リンゴルフをご視聴の皆さん、ハラミンです。はい、カメラマンの山ちゃんです。お願いします。お願いします。今回は、はい、兵庫県にあります釣りアカントリークラブにやってきてます。イエーイ。でこの後の、途中の自己紹介でもあるんですけど、はい、先に言っちゃうと釣りアゴルフのね社員さんなんですよね。はい、そうなんです。実はそうで、そのハラミアカウントっていうのがあって、すごいちょっと気になってて、はい、ちょっとありがとうございますちょっと出てもらえないかなと思って見ていただけてたんですかね。釣りアゴルフのことをいろいろ知りたいしと思って、はい、お声かけしたらいいですよと保護者の方に言っていただいて、はい、しかも会場前でびっくりです。ゴルフ場を、ね、持ってるってすごいですよね何でもやってるんです何でもやってるんです、はい。そんな釣りアゴルフのこともせっかくだから、はい、いろいろ聞きたいし、ハラミンでいいですかちょっと長くて噛みそうで、ハラミンで大丈夫すいませんそう、ハラミンのこともいろいろ聞いていけたらなと思ってます、はい。で、この企画なんですけど、インスタで活躍されているゴルフ女子の皆さんにご出演いただいて、はい、今度ゴルフのプレーとかトークとかを楽しんで見ていただこうっていう企画になってます。金土日の3本立てとなっておりますので、ぜひ最後までご視聴いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今日コースなんですけど、はい、インから回るんですけど、はい、10、11、12、13、14、15、はい、の後が7、8、9がいいってそれは何ですか。自分がやりやすいとか。いやいやいや、そういうわけではないんですけど、7、8、9が景色が綺麗っていうことになったり、まあ、いろいろあるんです。せっかくだからちょっとそういうところも見てほしいっていう、ね、はい、ところで。そうですね、わかりました。いろいろちょっとそのコースも楽しんでいきながらやってきたくて、はい、であとゲームを恒例のやってるんですけど、あ、知ってる？知ってます。全部今までの方見てるんで。あ、ちょっと今日はさすが広報ですねこれで、ありがとうございます。ちょっと今日は今日の調子的にどうなんですかね。 OB とかロストボールとかいろいろありますけど、はい、できればしたくないところなんですけど15マス60ポイント以上で天ギフをプレゼントしてます。3000円分です。ちょっともうさっきからずっと後ろに見えてるんですけどあ、そうです。毎回見ながら、あ、いいなと思いながら。でもいっぱい回ってるでしょ。いやいや、でもいっぱい回っててもやっぱり、ちょっとコース難しいんで、ちょっとどうなるかドキドキなんですけど。あー、ハードル下げていくタイプね。ちょっと下げがちではありますね。さ、白 T86 って書いてあったよ。いやいやいや、やめてください。今日白 T？ いや、今日はちょっとレディースで。あ、そうですか。釣りアゴルフのレディースがちょっと距離短くなったんで、そっちで。あ、なるほどね。女性の方に優しくなったんだ。はい、なったので。私も今日は変わってから初めてなので、ちょっと緊張するんですけど頑張っていきます。はい、じゃあ早速そんな感じで、はい、行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。はい、じゃ、はい、いたそうです。よくあれだよね、 YouTube にも出てきます。マスコット、うん、誰でしょう知ってるツルピーピンポン、ツルピーです。ゴミさ、ピー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 言うよね。あ、そうですそうです。X の方でもずっとピー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 言ってると思うんですけどあ、ツイッターね。あ、そうですそうです、うん、確かに確かに、ツイッターすごいつぶやいてるよね、はい、ピー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 今日のラウンド頑張るピー、応援してピー恥ずかしい恥ずかしいじゃあ今日は、はい、ってことでインコースで10番。はい、あ、ごめん、あれ、これレディースティーからだよね。あ、レディついつい、ごめんごめんごめん、あ、レディースこっちだった、ちょっと癖です ね違和感なく来ちゃったえ、そのヘッドカバー売ってるんですか。これですか。これは非売品。あ、そうなんだ。カモカモ非売品カモ、ツルで、いや、非売品カモです。鶴です。いやいや、知ってますよ非売品。はい、改めまして、ね、はい、10番。10番です。結構短いですね、本当に。うん、パー4で258。そうだね、300あるかと思いましたけど。はい、今日一日よろしくお願いします。します。ここフェアウェイ広いんですけど、ちょっと左側が
バンカーあるので狙い若干右で打っていきます。あーちょっと右行っちゃった。ちょっと落ちて。あ、来た。あ、落ちた落ちた落ちた。来た。危ねえ。危ない。ちょっとさ、寒いんで、寒いんでどうしても体が回らない。ちょっと捕まっちゃった感じだけど。可愛いんだけど。ちょっと両手上げて。でも OB じゃなくてよかった、一発目から。緊張しました。緊張しました。本当ですか。だって YouTube ね、いや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 、やってるじゃないですか、はい、出てるもんね。出てますね。あの毎週金曜日更新してるんですけど、うんうんうん、まあ、出たり出なかったりで。あ、そうです。いろんなね、レッスンとか、まあ、レッスンであったり商品紹介。そうですね、レディースの新商品とかが出た時は。あ、確かに、はい、やってたり。あ、あった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 。ちょっと傾斜、うん、ちょっと傾斜ですね。112らしいんですけど、もうちょっと登ってるので120、30ぐらいで打てればいいかなと思ってます。7番アイアンです。はい。まあラフだしちょっと大きめでも。え、心配。え、これダフったらどうしよう。ちょっと右行っちゃった。当たりが良かったけど出たとこがバンカー。ちょっとバンカー、バンカー。まあまあ打つとこが難しいっすよ。まあそうなんですけど、うん、なんか最悪は免れたんじゃないですか。全然当たんなかったとか。あ、まあそれはなかったんですけど、ちょっと私本当にバンカー嫌いで、うん、出ないんです。出ないんです。本当にバンカー苦手で。しかもちょっと最悪。顎高いよ。最悪。もう思いっきり打ちたいと思います。釣り屋さんはさ、はい、YouTube の、あ、そっか、 Twitter もね、まあ、X ね、はい、やってるけど、あと何やってるんですか。あとは、公式のインスタグラムと、うん、SNS ですよね、うん、はい、ツイッターと、あとスレッズもやってたり。お、そうなんだ。はい、TikTok もやってます。マジ。いろいろいろんなSNS やってるんで。え、インスタは公式と、でもハラビンもあるでしょ。あ、私もあります。お店がその全国に約100店舗ぐらいあるんですけど、そう、1店舗1店舗もあのインスタグラムそれぞれやってますので。すごいね。もうそのお店が運営するような形のインスタグラムなんで、うんうんうん、まあ、そこにしかない商品だったりとかも投稿してるんで、よかったら見てみてください。すごいね。SNS にめちゃめちゃこう力が入ってる。はい、そうですね。え、どうしよう。じゃあ次バンカー、はい、あ、でもバンカーポイントあるよ。ありますよね。やった。前向きに。前向きにいきます。え、ちょっと出るかな。ちょっと頑張ります。あ、出た。おお、すごい。一発で出た。やっぱハードル下げ女子だ。いやいやいや、違います違います。です。ありがとうございます。ちょっと難しい。私 LINE 読むのすごい苦手で、本当に苦手で。全部苦手って言ってるんですけど、なんか最近知ったのが、私目ちょっと悪いんですけど、この片目はすごい良くて、片目だけ悪くてっていうので、ちょっと傾斜とかが分からなかったり、左右がね、バランスが悪いから。はい、なんでちょっとそういうのもあって、傾斜が分からないみたいな。なるほど。のが若干あるんですけど、これ今どっちに傾いてるかよく分かってないです私。うん、左に、うん、
まあでも下りだからね、ちょっと慎重にはなっちゃうよね。今ちゃんと打ててなかったです。本当ちょっと怖くて、うん、え？今のあり？でも本当に怖い怖いはいはい、よかったです、入ってちょっとさっきから心臓バクバク言ってます。あ、本当に？はい聞こえないから分かんない。いや、さすがに聞こえたら困りますねでバンカーついたんですけど、なんかもうつけてくれてます。一番最初からロストしてない、ダボないスリーパット。そうでした、一ホール終わって、はい、まあ、つけてもらったんですけど、そんな感じでゲームは滑っていきたいと思います、はい、自己紹介、はい、まあ、3つ、あ、もうたくさんあってもいいんですけど、まあ、3つ以上ぐらいでお願いします。はい、こんにちは、ハラミンです。私は普段ツレアゴルフの社員として広報で働いています。好きなことはダンスと食べることです。かなり食べます、男性並みにああ、なるほど、はい、で、大学時代は部活で、ゴルフとダンスと茶道の部活してました。よろしくお願いします、うんうん、はい、ありがとうございます確かにね、お昼結構食べてた、あの皿うどん。いや、あれは、まあまあまあ、うん、通常運転ではあるんですけど、うん、まあ、ラウンドがなかったらもうちょっと少なめには、あ、うん、違う多めにしてましたね、多分。あれよりも、はい、実はちょっとお昼、あの皿うどんの大盛り頼んだんですけど、釣り屋カントリーが食事の量が多くて、皿うどん の、 あの麺が2玉大盛りだと出てくるんですよ。あ、2玉なんだ。あれ2玉です。 1.5 とかじゃなくて、はい、もともとでもなんか私多そうなイメージだった、うん、そうです、もともと普通盛りでも結構かなり量は多いんですけど、まあ大盛りだとまあレベルが違う感じの。あ、それを見せたかったの。あ、そうです、まあ食べたかったしっていう、はい、あ、まあ、まあ全然あのお腹にはまあ余裕で入ってるんで僕は牛すじカレーを食べました。あれも美味しそうですよね。そうなんか美味しかった。美味しかったですか。はい、はい、そんな感じで、じゃあ次のホール行こうかな。はい、はい、よいしょ。さっき右行ったんでちょっと怖いです。まあどっちに行っても大丈夫だと思うんですが、あんまり右行きすぎると戻ってこなくなるの怖いか、まあ、とりあえずまっすぐ打ちます。なんか今日スライス、あ、でも戻ってきた。おー、いいよ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 、フェアウェイに戻ってきました。今日全部戻ってきましたそういう日かもしれないです。え、なんか いるんじゃないですか、あっちに。あ、なんかちょっと仲間、うん、やばい全部返してくれるいい仲間なんで私に声かけてくれたんですか。私まだフォロワーもそんな全然いないのに。あ、いや、純粋に、はい、頑張ってるなっていや、だってさ、社員さんで、まあ、会社のアカウントではあるわ。そうですね、会社の施策みたいな、はい、そうだけど、まあ、本当個人のさ、なんていうの、まあ、ほぼ個人じゃん、やってる、はい、内容は。そうで、ゴルフのことを発信したりさしてて、なんかこうすごいこう、あ、本当にこう、なんだろう、ゴルフ女子の子を増やしたいんだなとか、なんかその釣り屋のことをもっと知ってもらいたいんだなみたいな感じのアカウントで、はい、あ、すごい頑張ってるなと思って。え、最近ですよね。ちょうど1年前ぐらいですかね、始めたのは。ハラミンも1年前ぐらい入社したってこと。あ、大体、まあ、そうですね、同じぐらいですね、もうちょっと前なんですけど、まあ、ほとんど変わらず。え、新卒で入社されたんでしょ。はい、あ、そうです。じゃあまだ2年目ってこと。まだまだ。あ、でもそれですぐあんなアカウントをさ任されてさ、すごいね、うん、いや、出てもらいたいなって思って
でもやっぱ会社があるから大きいし難しいかなと思ったんだけど、はい、なんかあのすごいこうウェルカムな感じで。もちろんもちろんありがとうございます。ありがたかったです。残り約170ヤードぐらい、うん、で私は今日3番ウッド使います。ちょっと大きいかもなんですけど。おほほ、え、ナイスです。え、今乗ったね。乗った乗った乗った。でも下につけちゃった、うん、ちょっとグリーンの下につけちゃったんで、うん、上りが結構。あれでもさ、2オンってこと。おだから パーオンがつく。お、うん、パーオン。いや、これでかいよ。パーオン結構ね、やっぱなかなか難しい。女の子やっぱ距離飛ばないからさ。確かに。でも313ヤード、うんうん、でまずドライバー打って、うん、で2打目でだいたい170ぐらい残して、うん、だからあ、まあ、そんな飛んでないかドライバー。ドライバーがちょっと、うん、そうだね。でもさ、まあ、ちょっとドライバー曲がっちゃったから飛ばないっていうのもあるけどさ、3番ウッド結構ドライバー並みに飛んでるってことだよね。そうですね、まあ、170ね、確かに。で届いたからよかった本当に。ナイス、ありがとうございます。でもこっからなんですよ勝負。勝負はこっからなんです。うん、結構強めに打たないといけないですよね。そうだね、なかなか2段グリーンで。緊張する。なかなか長いなこれは。お、しっかり打ってたんじゃないか。頑張れ。あ、結構いっちゃう。こっからどうだ。止まれ止まれ、逆にいっちゃう。うん、まあ登りきらないよりは。そうですね、ここで落ちたらまた同じところから打たないといけないっていうのは、うん、あうん、ちょっとボギーだ。ボギーですね。ちなみにあの山ちゃんは釣り屋ゴルフの店舗に行ったことはありますか。ある。あ、そうなんですね、うん、あるあるある、ありがとうございます。まあ、僕はの関東なんで神田とか、あと川越も行ったことある。お、え、結構いろいろ行ってるんですね場所。あれ宮古町ってもうなくなっちゃった。宮古町、あの稲城の方に宮古町。宮古町またもう一つ の千葉宮古町店と、あと千葉稲毛。そっちと、そう、稲毛。はい、まあ1店舗に合体して。あ、そうなんだ。はい、2つともそのちょっと場所は移動したんですけど、新しく千葉さつきが丘店となって、ちょっとまあ結構広い店舗で新しく建てたんで。うーん、はい、あ、そう、もう今さ千葉の方はあんまり行かないんだけど、千葉に住んでた時ちょこちょこって言ってた。あ、そうなんですね。そう店員さんがすごいこうな、元気。確かにそれはなんか釣り屋ゴルフの特徴かもしれないですね。そう特徴そう、結構若い人多い会社なので、平均だいたい26、27マジぐらい。若い会社で本社の人とかも入れてってこと。従業員さんで平均が。あ、そうですね。でもそっか、店舗数が多いから、そっか、店舗のスタッフさんがやっぱ若めなのかな。あ、そうですね、グッと下がって。すごいね。これが出る時は、はい、ちょっとこうもう終わっちゃってるんだけど、はい、初売りがなんかすごいイメージがある。あ、そうですね、まあ、一大イベントなんで、うん、あの1月 あのお正月期間、そう、初売りとウェアが安いイメージがある、あのセールになった時の。確かに結構全部セールはしてるんですけど、まあ特化商品があるんで、まあ、そこ狙って買いに来るお客さんとかもたくさんいらっしゃって、うんうん、まあ大盛況で。大盛況。大盛況で。ありがとうございますいつも。まあクラブとかウェアとかも自社で作ってるものもあったりするんで、まあ、そういったものも結構目玉商品とかあったりするんで。あ、そっか、自社製品もそうだよね。そうか、扱ってるもんね。はい、あ、そんな感じで。はい、
僕は行ったことあります。いや、これ誘ってさ行ったことありませんとか言えないしね。行ったことありますよ。いや、もういくらでも毎日でも来てください。ちょっと何ヤードが楽しみだね。デリースティが短くなった。あ、え、結構短いんですよ。やばいじゃん。え短くないですか。227。違う、258。短くなりましたね、本当に。ドッグレッグになってるかな。ちょっと旗よりも左狙っていきます。うまっ。お、左、これいいんじゃないですか。あ、これいいかもしれないです、うん、多分こうやってグリーン方向だと思う。ちゃんと狙った通り打ってたかもしれないです、初めて。ドライバー長くないですよ、メンズ。これメンズです。あ、メンズか。はい、結構長いかもしれないんですけど、うん、まあ普段メンズとレディース合わせて、あ、組み合わせてんだ。はい、うん、使ってます。まあ後でちょっとクラブ紹介のコーナーもあるけど、はい、その時に、はい、また説明します。こんな会社の話ばっかりで大丈夫なんですか。サービス。サービス。サービス。誰のサービスですか。いやいやいや、出てくれたからって。まあまあまあね、まだあと2本あるから、はい、そっからはちょっとハラミンのプライベートを、はい、聞いちゃおうかな。なんかちょっと怖いです。怖い。やばくない？かなり近いです。もうすぐそこですよ。でも確かにあのヤーデージは250いくつって書いてあったけど、はい、カートのやつはピンまで216とかって書いてあった。え、それで最初言い間違えたっていうか、あ、ここ短いで210って言ったけど、いや250いくつですよって言ってたじゃん。あ、そういう、そう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 。てっきり私まだ250全然あるのかと思って普通に打っちゃったんですけど。そうそうそう、まあ、いや、すごいね。こんな近くやったらもう有利ですよね、男性より。2打目こう打つの、そう、もうちょっとグリーンがもうちょっと遠くにあるイメージだった。いや、私もです。すごい、すごい。これはあれ、でもちょっとここちょっと傾斜とはいえってやつ。とはいえとはいえ とはいえこの傾斜が難しい、うん、いいんじゃない。ステイ。ああ、でも、あ、結構行くんだ。うん、まあでもさ、あ、結構行くんだ。あ、結構。結構行く。まあ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 、まあ、結構行くんですね。こっからどんだけ下、全然下らないじゃん。入れ。惜しい。オッケーです。ありがとうございます。はい。やばい。やばい。2打目であそこだったのに、うん、どんだけ叩いてるんですかね。いくつですか。ボギーです。2打目であそこだったのに、まあ、傾斜があったからちょっと打ちにくかったっていうのはあるんですけど。うん、ちょっと本気出していかないといけないですね。本気？いや、本気出してたんですけど、うん、思ったよりもグリーンが全部転がるっていう。